このコルトラリアートものすごく狙い目でして、うん、そうこれは買いでしょ。いいですか、はい、ブレーキはどうでした。いいじゃん。いやこれはテリー土屋の車の話始まりました。はい、はい、今回は埼玉県の本庄サーキットにお邪魔しております。なんかちょっとここ慣れてきてましたよね。だいぶ慣れてきましたね、はいはいはい、いいとこですよ。はい、可愛くない今日。めちゃめちゃ可愛いの。なんなのこのマッハ555。めちゃめちゃ可愛い。昔あったでしょ。あったよ。それがですね、アメリカで実はブレイクしてですね、アメリカではこれ見てください、ほら、スピードレーサー、スピードレーサーというんで、今はまたなんか大人気になっていて。あ、そう。で、これはアメリカの知り合いがですね、これ買ってきてくれて。あ、そう。そうなんですよ。これなんかこう GT300 クラスのオーナーになったのかなと思ったんだけど。いい感じですよね。いい感じ、いい感じ。ありがとうございます。中はミッキーで頭カーズですから。あ、そうだね。めちゃめちゃ可愛い感じで。さあ、はい、今日は、今日はですね、突然なんですけど、はい、若い方たちや子供が、まあ、成人を迎えてね、うんうんはい、そろそろ自分でお金自由に使えるようになったかなっていう方で、趣味探してる人って結構多いんじゃないかなと思うんですよ。そうか、そうか。あれですよね、やっぱりね、だったら車の方にね、来てほしいですよね。そうそうそう、そうなんです。というわけでですね、はい、今回一つのご提案をしたいという企画を考えまして、はい、100年以下で車を趣味にしようという企画でございます。最高です。いいでしょ。いや、いいですよ。いいでしょ。いや、本当にそうなんです。今ね、うん、実はね、車高すぎますよ。いや、高いですよ ね、 ねえ、もう新車はさ、うん、普通の若い子買えないよね。買えないです、はい、だって軽だってね、ちょっとね、メカの人に怒られちゃうけども、はい、軽だって250万ぐらいするよ。そうなんですねえ、これでさ、車ね、例えば若い人に車まだれって言って、うん、買えないよ。買えない、買えない。確かに買えない、ねまあ、洋服と違ってさ、うん、その後のね、維持費とかさ、駐車場とかいろいろあるからね。そうだって、家賃と携帯代払ったらもう生きていけないよ。いや、本当ですよね。もうね、車なんか無理だって。そう、いや、と言いながら今回は、ね、はい、そうなんです。安くなので、はい、今回はですね、うん、中古車、それに詳しいですね、うん、まあ、番組でもおなじみの新井さんと山中さんと、うん、そして若者代表としまして江崎さんにお越しいただいております。いいですね。江崎若いの、はい、若くないの。あいつ分かんないね、歳が。本当、うん、いや、分かると思ってました。あいつだって昔からいるもん、レースに、うん、そっか。今多分あずっとその年齢なんじゃないの、あいつ。あ、そういうこと。永遠の23歳とか、そういう感じ。おそらくね、うん、50歳ですね。どういうこと言うの。どういうこと。じゃあどうぞ。いただきました。よろしくお願いします。皆さん、100万円以下の車のなんかそういうの得意なんですか。大学生の頃から、まあ、基本的にまあ学生とかはまあ100万円以下で車探すんですけど、うん、まあ、その中で壊れなくてまあ楽しめて、まあ予算もかからない、まあ、どれがいいのかなっていうのはまあ常に日頃から考えてます。なるほど、はい、そんなんだったら毎回紹介しろよ、お前この番組で。何だよ今更お前さ。はい、というわけで今回全部で3つの中古車をご紹介いただくということですね。何だよ、100万円以下で買えるんだろうな、ひろき。ちょっと1台怪しいのがありますけど、大丈夫です。相場が最近どんどん毎週上がってるんで、ね、ちょっとそこは読めないところあるんですけど、でもね、ちょっと安くしてくださいよ。わかりました。お願いします。はい、じゃあちょっとまずはじゃああちらの車ですね。1台目が、はい、コルトラリーアートバージョン R。懐かしい。高そうじゃん。これは実はスペシャルエディションと言いまして、じゃあ高そう。今意外とこのコルトラリーアートものすごく狙い目でして、うん、まあいろいろコルトの中でもバージョン R ってついているのは限定車なんですよ、はい、限定車なんですけど、この青いグレードスペシャルエディションっていうのはさらに限定車の中の限定車、うん、そうなんだ。リアのドアがシームレス溶接って言って全部溶接されてるんですよ、だから普通のじゃあ開かないじゃん。開くんですけど、シームってあの脇のこう耳みたいなあるじゃないですか、あそこが全部溶接されていて。ちゃんと言えよ。すいません。ボディ剛性が上がってます。あ、なるほど、はい、新車でいくらぐらい。新車で当時ですね、200万円オーバーで販売をされていた1台で、特にこのバージョン R のスペシャルというのは、うん、まあ、前期と後期で限定生産されて、うん、前期モデルがこちら300で限定の。お前は三菱の回し物だね。この車大好きになったんですけれども、実はですね、新井宏樹選手が普段マイカーとして乗ってる1台でもあって、はい、あ、これぜひ紹介したいと。え、じゃあこれ宏樹の車なの。僕の車じゃないんですけど、練習仕様で実は車重も1100キロなんですよ。純正で1100キロで、いい軽量化するとまあ1000キロ切ったりするんですけど、いい、でエンジンが 1.5 リッターターボ、うん、で170馬力160馬力ぐらいあるので、まあ、乗っててすごい楽しいんですよ、うん、軽快で、うん、だからそういうところも含めて、この車大好きです。お、買えばじゃあ
な何がいいかというと普通三菱っていうとみんなねライブ行くんですよ、うん、行く行く、はい、ねであのラリーアートはものすごく普通に街乗りするには正直な話ってライブよりいいです。それでさらにあの人気がないんで、うん、もう前々からねこの10年ぐらいずっと言ってたんですよ。なんでこのねコルトのラリーアート人気出ないのって、うんうん、だからあのあと普通で見るのはあのエンジですよね。あのエンジの車多いんですけど、ブルーはなかなかないんで、これは僕はね、買いだと思いますね。ちょっと見てみましょう。はい、ぜひ。はい、え、なんでさ、ヤマト人気ないのこれ。ですね、当時はですね、他にこうランサーエボリューションがあったり、ね、同じような価格帯でですね、他の280馬力近いスポーツカーが多かったので、当時はなかなかちょっと見向きあのしない方も多かったんですけど。なんか、なんか例えば、ハコスカなんかも、ハコスカの GTR は人気だけども、うん、普通のハコスカってそんなに注目されないじゃないですか、うん、でも普段乗るにはハコスカで十分でしょ、ね、全然いい、うん、それと同じなんですよ。これって本当ね、あの三菱の人たちがなんで出ないのかなって。で一時このラリーアウトってのは本当になんて言うのかな、うん、三菱がそんなにねあの力を入れないで、うん、あお金をかけないでも普通に街乗りではこっちの方が楽しいよっていうような提案をしたんだけど、なかなか世の中がそれを受け入れなかった。なんだろうね、何がいけないんだろうね、ヒロキ。いや、ちょうどこの時ってあとプラス50万新車価格で払うとエボに行けたんですよ。だからやっぱプラス50で4区ターボに4区ターボになるんだったらっていうところで意外とそうなんですよ。なるほど、だから値段が微妙だったんだ。そうなんです、ね、もし100万安ければコルトがいいんですよ。そう、そこが、なんだろうね。だライブはもうちょっと大きくないじゃない、はい、これの方が、だからこうヨーロッパの、なんかこれちょっと小さい車っぽい感じがして、僕は好きだったんですよ。これどうなの、こう、若作りのロアから見ると。まあ、でもやっぱり可愛いです。曲線も丸くて。なんか虫みたいじゃん、顔が。あ、まあ確かに、テントウムシみたいに。コロッとしてて。これで迎えに来られたらどうよ。え、かっこいいです、全然。し逆にこの女は変なんで走り屋でやめてください今日女性一般女性目線だってこれで来られたらさちょっとこれはでもラリーアート仕様だからあれですけど普通のだったら、うん、女性でも乗りやすくてこれシート純正なのヒロキこれシートあのレカロエディションって言って、うん、コルトラリーアートを購入するとき選べるんですよいいじゃん純正シートがいいのかレカロシートがいいのか選べて、うん、このシートいいよちなみに走行距離がこれ16万5千キロ結構してるな、はい、僕の乗ってるの28万キロなんですけど、うん、エンジン1回も壊れてないですよ、うん、だから三菱エンジンがすごい強い、ね、あ確かに確かに三菱のエンジンは強い、うん、あのここちょっとマニアックなんですけど、うん、ここを取ると、うん、普通ってスポット溶接でパチンパチンパチンって打ってるのがここ見てくださいこうジーって一周丸く溶接してあるの分かります、うん、途切れなく、うん、これがシームレス溶接っていうんですけど、うん、だから元々 あのスポット溶接の後残ってるところにポンポンポンただシームレスっていうのはこれを全部つなぎ合わせ してるんだねだお前はなんでそんな詳しいの？あの僕持ってて初め買うときめっちゃ調べましたあそう初めはこれが良かったんですけどやっぱレアでこのスペシャルエディション出てこないんですよ、うん、マーケットに出てこないんでできればこれが欲しかったこれいいよ、ね、これはじゃあ手に入るってこと今回紹介するってことそうです手に入るしかもそれが100万以下りものあと結構実用的な面もありましてあもともとコルトはね、はい、大衆車だからねいいよね、うん、いいですよもうコンパクトで荷物も乗りますねそうなんですよだからお買い物いいですよね全然みんなランサーに行くのもいいんだけども、うん、ここにいることの方がかっこいいんですよだけどさ50万出せばライブ買えるって言ったらライブ行っちゃうよそうなんですよねこのマフラーはこのマフラーは多分あの社外品ですね、うん、これは書いてるよ、はい、どんな音するのせっかくなんで、はい、うん、山中さんどんな音するんだよあ、でもそんなに音が高いあ、大丈夫あ、大丈夫俺の86より静かそうですねいい音しますねいい音してる、いい音してるいいじゃんちょっと試乗してみますか、うん、ちょっと乗ってみようよ、うん、じゃあ、せっかく、はい、音してるいいですかはい、お願いしますぐにゃぐにゃしてない、うん、いやこの車大好きだぞ俺ほら、ミッションカチッとしてるよこれ実はゲトラグなんでスープラ、80スープラとかの一緒のメーカーですね結構スコスコ入るあスコスコ入る外車っぽい乗り味があるのもこのコルトラリーアートあ、そう、はい、いいじゃん結構パワーがあるんですよねあそう下のトルクが
どうも足回りしっかりしてますね。しっかりしてますね。びっくりびっくり、これ。硬からず柔らかからず。なかなか。土屋さん、はい、どうですか。いや、ハンドリングもシャキッとしてる、ぐちゃぐちゃしない。これ16万キロでしたっけ。そう。いや、とても16万キロと思えないね。思えない、思えない、ほんと。どうですか、このトルク感というか、アクセル踏んだ時の。3500ぐらいからだもんね。そうなんですよね。後ろの席はどうですか。よいしょ。大丈夫ですか。ゲロしそう。土屋さんが笑ってるんですけど。いや、これ結構いいね。ちびりそうです。ちびり割と上が伸びるタイプなんですね、これ。そうそうそう。ペンターもいいよ。何今の音。後ろに積んでる。音いいですね、結構ね。あの、室内にこもんない。はい。いいじゃん。いや、これはお墨付きですね。いかがでした、土屋さん。まず運転してどうでした。あのね、ボロじゃない。うん。うん、あのボディもそうなんだけど、ステアリングフィールも、あの10万キロ超えると大体こう ちょっと遊びが出てくるんだよね、ぐにゃぐにゃ、はいはい、それもないし、うん、でシフトフィールもカチッとしてるし、ええ、これは買いでしょ。いいですか、はい、ブレーキはどうでした。ブレーキ普通に効きます。あ、ね、あのね、嫌なところがない。あ、大事ですね。嬉しいもんね。え、テリーさん後ろでどうでした。ゲロが出そうでした。失礼なこと言わないでください。ゲロがね、もう半分出てましたけど。じゃあさ、はい、いくらか教えろよ。お、山中さん、さあ、こちらの、はい、コルトラリアとバージョンあるスペシャル車両本体価格、うん、80万円。おお、いいじゃない、はい、うん、乗り出し98万円でございます。おお、100万以内。実はこれ燃費もいいんですよ。あ、燃費いいんだ。リッター15ぐらい下道走るの。そんなに、はい、速くなんですけど、うん、それだけでも走ればすごい経済的にも、ね、いや十分でしょ。いや、もうそれぞれ今年の夏ね、これで楽しんでほしいよね、うんうん、いいですね。はい、じゃあ100万円、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あのフルってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですけどね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか。はい、中古車買取ホット、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売、開店ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。